皆様こんにちは。国際不動産エージェントの鈴木でございます。いつも YouTube 動画ご視聴ありがとうございます。2023年ももう12月になりました。そろそろ来年のお話を始めたいなぁと思って今回の動画を撮らせていただきました。テーマはズバリ来年2024年海外不動産でどこがホットになるか2つ選んでみました。 こちらをご覧ください。まず一番目です。利下げ前にアメリカを買うです。今アメリカの金利高いんですよね。で、2023年はうちのお客さんも、まあ、 円安ドル高ということもありますし、まあ、金利が高い、現地の不動産価格も高止まってるということで、なかなか手を出される方は少なかったです。はい。なので、上場企業様とか、まあ、富裕層の方々なら関係ないんですけれども、まあ、それ以外の方の、まあ、制約数というのは少なかったんですけれども、おそらくそれが来年はかなり増えるなと思います。で、それはこれからの 経済関関係、あるるいいは為替、金利環境に関連すると思います。と思ま私も、ほぼ毎月のようにアメリカ出張をして、まあ肌感覚で今感じていることは、やっぱり金利が高いです。ローンを組んで不動産買う方が少ないです。で、金利上げるっていうこと自体はやっぱりそのインフレ対策、あの景気の加熱を防ぐ、まあある意味景気を悪くする っていう、まあ、そういう目的でやっているんですけれども、それがこうをそうし始めているというのか、あんまり景気良くなってないなみたいなですね、そんな感じがアメリカ各地で見られます。まあもちろんこれアメリカってすごく広い国だし、まあ、貧富格差が非常に大きい国ですので、まあどこを見るか、まあお金持ちの場所だけ見れば、 なんか景気の落ち込みってあんま感じないかもしれないんですけれども、いろんな場所行っていろいろ比較したり、かつての状態と比べたりすると、やっぱり景気落ち込んでるなって消費が今までのような感じではないなというのがよくわかります。で、それはまあ明らかに経済指標におそらく出てくると思いますので、アメリカのまあ金融当局はおそらく来年のいずれかの時期で利下げをすると思います。 はい。そうなると、当然、円とドルの為替も変わってきて、まあ、円高方向に動くはずです。で、すでにそれを先取りして、ドル相場も、まあ、150円一時期超えてたんですけど、今、142円ぐらいまで戻ってきておりますよね。 はい。で、それがまあ、135円ぐらい行くんじゃないかというなんとなくの感覚値がありますけれども、まあ、それでアメリカの不動産買いやすくなります。しかも、戦略的に考えれば、アメリカが利下げすると、不動産価格が上がっちゃう都市が多くなります。特に、ダラスとかアトランタみたいな人口が増えていくしかも、もともと勢いのあった都市が、 金利がこれだけ高いので、まあ、不動産価格上がらなかったみたいな、そういう都市も結構多いんですけれども、そういう都市の不動産価格が利下げした瞬間に上がってしまうので、それが、 起こる前に今のまあまあお安い値段で買ってしまおうというのは投資戦略として思いっきりありだと思いますので、まあ、そちらの方もテーマを決めて、まあ、セミナーとか YouTube 動画とかをやっていきたいと思います次に2番目ですけれども次は東南アジアで法人を建てて土地付きを買う ちょっと分かりにくいので補足説明をします。弊社は東南アジアの不動産、まあ東南アジアって不審国が多いですね。シンガポールを除くマレーシアとかタイとかフィリピンとかベトナムとかその辺が多いんですけれども、えこれまであんまり真剣にやってきませんでした。まあ、なぜなら私たちは買っ って嬉しい買って得するっていう大原則で物件選びをしていますのでその意味で言うと東南アジア新興国というのはなかなかまあ皆様が買って嬉しくなるような物件が欧米諸国と比べれば少ないと考えておりましてただ 東南アジアの普通にいろんな業者が売ってるコンドミニアムですね。ああいうものを特にまだ完成する前の段階で買うっていうのは一般論として私たちはお勧めしない。なかなか難しい。でも、土地付き変えれば別な話になります。やっぱり経済が伸びている国だけど、まあかつての日本と同じように まだ不動産市場が成熟してないような国ですね。土地を買うのがやっぱり,っぱりセオリーなんです。土地は景気動向とかに限らずそういう新興国で上がっていきます。非常に安定していますと。はい。で、東南アジアの多くの国でその土地付きというのは法律上我々、東南アジアの国民でないものはなかなか買えない。 ように制限されているんですけどただ、それぞれの国で現地法人を立てて買うならば、話は全然別になってきます。現地法人さえ作れば、土地付きが買える、これから値上がる、確実に、な資産になるようなものを買える可能性があるんです。で、すでに私たちはタイでそういう実績を作っておりまして、これから、 インドネシアとか、えー、マレーシア、ベトナムあたりで、そういう法人を立てて、ちゃんと得する不動産を買いましょうというですね、そういう活動をもっと強化していきたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。はい、今回の動画は以上になります。えー、来年2024年がとても楽しみですね。それでは失礼します。さようなら